はいどうも、アカシックリコードおじさんです。こんばんは。ちょっと数日間隔空いたんですけれども、アカシックリコード、やっていきたいと思います。クエストの方は、ゴシックホラーの第2章までクリアしました。多分ね、もうちょっといけると思います。ただね、今ちょっとストーリーをクリアすることよりもキャラの育成にちょっとハマってて、でちょっと今日はそのことを動画にしようかなと思っています。でこれまあ攻略サイトとか見ちゃった人とかはわかるかもしれないんですけど、このユニットをまあ育てるのに、まあ専用の合成キャラをまあ食わせる方がやっぱレベル上がりやすいわけですよ。コストもスターもね、少なく済むんで。で、あ、そうだ、ちょっと待ってね。で、それをまあ、やった方がいいわけなんですけれども、ちょっとまあ話しながら、ちょっとライラの限界突破 しますね。同じキャラ食わせると限界突破できるんでね。そうすると上限レベルも上がります。で、まあ、属性あるじゃないですか。剣属性、剣撃属性、打撃属性、魔法撃属性、射撃属性、槍属、槍ね。があるじゃないですか。まあ、それぞれ、まあ、必要なやつをまあ選んでいく感じにはなると思うんですけど、まあ今、私は、星5が一体だけで、ヘルシング教授なんで、射撃系の、サポーターじゃねえや、エディターか、を集めるクエストをまあ中心にやっています。はい。で、あともうちょっとで、まあ、レベルはマックスなんですけど、まあ、レベルよりも実は覚醒、ユニット能力解放の方が、能力幅上がるの大きいので、曜日ダンジョン、回って、一個ずつこう終わらしていく方が、実はいいとは思います。で俺はなんか、おすすめはヒットポイントと、あと、この、時間、素早さですかね。がおすすめだと思います。とか言いつつヘルシング教授全然上げてないっていうね。1も上げてないっていう。で、これソウルでも解放できるんで、まあ課金したら一気にソウルね、ソウルで解放していくっていうのもありだとは思います。結構かかるけどね。星5になると。見た感じだと。一番下のところで560。この列で350。スキルは500か。結構かかるんで、まあ1万ぐらいかかるんじゃないかな。言い過ぎか ?1、2、3、4、5。これで2500でしょ ?1、2、3、4、5。これで4500。で、5300。まあ、150と見たら、300、300、600、750。で、6000。まあ、やっぱ1万8000くらいか。8000くらいかかりますね。だから多分、そうすると、リリースから今まで毎日やって、で、俺がこのゴシックホラーの3章の、2までクリアしてるんで、ここまでで手に入るソウル、全部つぎ込んで、ようやく星5のキャラ全覚醒、ソウルでできるって感じですかね。なので結構かかるよね。ただ、1万円課金すれば、1体半ぐらい、
できますね。はい。まあ、そこはもう本当みんなでちょっと考えてやっていくといいと思います。今もうクリエイターバトルもね、あのクラスリーグが解放されたんで、もうだいぶ強い人いるんでね、びっくりしますね。はい。あとフレンドの中にも、覚醒とかしてる人いますね。レベル80、まあレベルマックスっていう人もいるけど、この王冠ついてる人、これ能力解放覚醒してるんですよ。まあ俺のフレンドには一人しかいないか。でも捨て、星4だけど、この捨てですからね。で、星5のレベル80ってなると、まあ、こんな感じ。で、能力解放がまだできてないからだと思うんですけど。そうだね、レベル80でも能力解放が少ないとやっぱり弱いですね。うん。なので、能力解放がやっぱり一番レベル上がるのかなっていうふうに思うんで、まあちょっとそうすると俺が今からやろうとしてることはおまけみたいになっちゃうかもしれないんですけど、俺が今やろうとしてるのは中級ですね。中級の立ち回りをちょっと紹介しようかなと思ってます。合成素材収集クエストのヒットポイントがね1000超えてれば大丈夫だと思うんですけど、で、俺はヘルシングも、教授持ってるんで、自前でやるんですけど、持ってない方は、フレンドのヘルシング教授を借りてください。中級になると、敵のヒット分量が60ぐらいあるんですよ。だけど1しか当たんないんで、1000超えてるぐらいじゃダメかな。1200、300ぐらいか。あった方がいいか。俺のヘルシング教授、今3000超えてますけど、さっきこうやった時はレベル40だったんで、ヒットポイント2000ぐらいでしたね。で、まあ、スタート。で、これ鍵。で、1体に絞りましょう。で、ヘルシング教授が、SP3 個でスキル打てるんで、もう、貯めたらすぐ打ってください。で、毒で、こうやって、あ、たまたま一発で全部死にましたね。ちょっと早すぎるな。で、この次は、なんかこれボスみたいなのがヒットポイントクソ高いんですよ。これね、ヒットポイントだけじゃなくて攻撃力もすげえ高いんで、これ、ほら、溜まってないからちょっときついっすね。あ、死んじゃった。溜まってたら回復できたんですけど。で、あと単体火力強いやつで、スキル一回打つ方がいいですね。で、倒し終わったら、奥のやつ倒し終わったら、また、ヘルシング教授で、トキシックレインを。使いまくって、まあ、一撃で殺していくっていう。そんな感じです。ちょっと早すぎたかな。ちょっと思ったより早く倒しちゃったんでね。これちょっとたまたま6体も出てますけど、まあ、3体以上は大体出る感じですかね。で、今、スタミナちょっとないから、あれなんですけど、これで、まあ、育成していく感じなんですけど、6体。1体が22,500も経験値もらえるんで、66から69まで上がりますね。スターは結構かかるけどね。成功。大成功出たらよかったね。まあ、こんな感じでレベルは上げていけばいいかなと思います。で、無理して、
中級やらなくてもいいとは思うんですけど、星5のキャラを速攻でレベル上げたいんだったら中級 やれた方がいいと思うんで。で、ログの方はあんまやってないですよね、逆に。ログの中級やってみますか。こっちの方がレベル低いね。まあこっちの方が楽ですね、敵は。まあ、とりあえず1体選択して、お、金の宝箱出たね。経験値少な。お、結構出ましたね。で、これでログを集めていくのは全然ありっすね。多分ゴシックホラーの3章ぐらいまでたどり着いてればもう全然余裕だと思いますね。はい、まあ、こんな感じで毎日頑張っていけば、まあ、デイリーミッションもね、こうやって簡単にクリアできるんで。で、ユニット育成、能力解放。紫だとなんだっけ？スキルか。足りないね。めっちゃ必要。サポートスキルか。危機からの脱出。サポート対象の瞳度が 20% 以下になったとき、一度だけ瞳度が 20% 回復。すごい。でもこのキャラは星1なんで、覚醒はできないですね。で最後に、クリエイターバトル、クラスリーグやって終わりにしたいと思います。今日もモゴがやってんだけどね。勝つとね、この闘技場、ガチャのチケットもらえるんで。ここ行ってみますか。倒しやすいやつから狙っていこう。やられちゃった。これで終わるでしょ。バトルスピードって上げられないのかな。NPC との対戦なのに、バトルスピード上げられないのはきついですね。バトルスピード上げて負けちゃってもあれだからかな。まあちょっとある程度ね、キャラの育成が進んできたら、俺のこのクラスリーグの動画とかもね、出していけたらいいなと
思ってます。割と短時間で終わるのと、まあ、結構ね、燃える戦いができたりするんで、今んとこわざと負けた1回だけですね。ドローって、お互い同時に倒れるってことなのかね。あるのかね、そんなこと。はい、というわけでね、アカシックリコードやっていきま、やってまいりました。ぜひね、この動画見て興味持った方いらっしゃいましたらね、ぜひ一緒にプレイしてみましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。